ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がこちら2016年式アウディ TTS、 こちらをご紹介させていただきます。はい、またやってきました、チューナーもの。チューナーもの、はい、はい、外装コンプリートということですよね、はい、今回は。そうですね、はい、でそのチューナーっていうのが前回ちょっとお話にも出てきた、はいはい、アプトっていう。前回って何でしたっけ。SQ5 で、はい、あのアプトおすすめですよって言ってたら、はいはいはい、本当にアプトの外装コンプリートが来たっていう、はいはい、来たというか、ね、僕的にはもうものすごくベストなタイミングで入港した車だなっていう感じです、はいはい、でベースとなってるのは TTS ってことで TTS ですね、はい、TT のちょっとこうスポーツグレードというか、そうですね、だから TT だといろいろグレードがあるんですが、まあ、はい、一応ベーシックなのは TT クーペ、はい、で TTS、はい、で RS っていうのがあるんですけど、はい、まあ、TT の RS になるとまあエンジンも変わったりするので、はい、ちょっと変わったし変わった、はい、形というか、はい、まあ、ちょっとジャンル変わってきますけど、はい、まあ、TT の、まあ、ハイスペックバージョンでの TTS な、ね、はい、なるほど、はい、で前回りから見ていくと、はい、お車これは、いわゆる前期型ということで最近なんか新しくなったんですよね。そうですね、はい、はい、でグリルだったりとか、まあ、結局もう TT ってベースの形ほとんど変わってないんですよね。わかんないです、はい、でライトの衣装なんかも、はい、変わってんすか、変わってないんですか。いや、ほとんど変わってないと思います。ほぼ一緒ですよね、はいはい、なんか大きく変わったのはそのグリルがちょっと変わってるってことで、はい、まあ、前期タイプはこう横のフィンの、はい、グリルになってる、まあ、でもここまでいじってたら前期もかけないですよね。関係ないです。かっこいいかかっこよくないかっていうところで。そうですね、はいはい、でここから下の この部分ですかね、はい、がアプトの、はいはい、フロントスポイラーになってるっていう、はいはい、もうなんか押し出し感がこうそうですね、グイッとこう横も出てて、はいはい、めちゃくちゃレーシーな感じに来ましたって感じですね、はい、なってますね。あとこれ一応最初に言ったのボディカラーはパンサーブラックって言って、はい、アウディでいう黒のオプションの色になりますね、はい、メタリックなんですかね。普通の黒よりちょっとなんていうんですかね、少し紫っぽいっぽいですね、はい、でも非常にあの僕個人的好きですし、結構うちのお客様もパンサーブラックは結構好きな方多いですね、はい、名前かっこいいですね、パンサー、パンサーブラックエフェクトなんとか、あれ？何ですかそれ？あるね。何ですかそれ？え、何？だいたいだってアウディってなんとかエフェクトってなるじゃん。あ、そうなんですか。そうです。みんな略して言ってるだけで。はい、あ、そうなんですか、はい。結構正式名称長い。略称はじゃあパンサーブラック。はい、勉強になります。はい、そんな勉強になるの？はい。そして横に回っていくと、はい、やっぱりこの辺もしっかりチューナーもので。はいはい、一応車高もアプトの方で、はい、アプとアプと。アプトです。アプトね。アプトです。アプト。ABT って書いてあるんで、アプトって結構。アプトって言うじゃないですか。そうですね。アプトです。古い人間アプトって言っちゃうんだよね。アプト。どっちでも大丈夫です。ネイティブな発音か、こう日本語発音かなんで、アプトっていうことで。はい。で、ダウンスプリング、アプトのダウンスプリングで車高も下げてあって、はい、ホイールもアプトのホイールで20インチですかね。はい。はい、で、あとはキャリパーも塗ってます。あ、そうなんですね。はい、キャリパーペイントで。はい。キャリパーペイントで塗ってますね。え、じゃあ元々この TTS のロゴって入ってないんですか。余計なこと聞かない方があったら入ってなかったんじゃないかな、はい、入ってるかもしれない、一応塗ってはいいですね、まあ、塗ってるということで、はいはい、でホイールのデザインもさすがですよね、はい、やっぱりなんか純正、もうセンターキャップこう、はい、見なければもう純正のオプションホイールかなっていうぐらい、うんうん、やっぱりシンプルで飽きのこないデザイン、うん、はい、でもまあね、本当にまとまったデザインじゃないかな、はい、そうですね、はい、でやっぱりこうローターとか、 なんかこうドリルドとかになってないのは、うん、こうなんかやりすぎてない感じなんですね。そうですね、はい、はい、で横に回っていくと、はいはい、サイドミラーここもアプトです。ミラーもアプトなんですね、はい、これいいっすね、はいはい、これでもね普通のやつだけにもつけてもおしゃれだと思います、ね、確かに、はい、これってカブセってあるんですか。そうですか、カブセ、ね、なるほど、はい、ミラーカブセ、じゃあ元々のこのサテンシルバーな感じも見せつつ、ね、はいはい、ちょっとデザインを変えてるっていう、はいはい、で後ろに回っていくと、はいはい、後ろも同様の20インチ、はいはい、で車高もちょうどいいですね、はい、車高もちょうどいいと思います、はい、なんかまとまり感というかこうどっしり感がすごいですね、はい、TT ってこう形がこうちょっと丸いんで、はい、車高を下げた時のこのまとまり感がすごいです、はい、でリアに回っているとリアの迫力すごいですね、これ。そうですね、まあ、あのこの出口のサイズ感が、はいはいはい、だリアはそのアフトのセット、はい、リアセットですかね。あ、なるほど、バンパーのこのセットがついてます。バンパー丸ごとですよね、はいはい、あ、違う、ん、え、ここだけ、あ、ここだけです、ね、ここだけこのセット、はい、この下側がアプトの、はいはい、そしてマフラーがセットになってる、はい、なりますね。なんか車のボディのサイズからするとちょっと大きめの出口。そうですね、はい、はい、なんかアウディのハイパフォーマンスモデルにちょっと通じるところがあるんですかね、うんうん、あると思いますね、そこら辺は。アウディのハイパフォーマンスモデルって出口やたらと大きいじゃないですか、うん、大きいですね、はい、なんかそれになんか近いものを感じます、はいはい、音もちょっと楽しみなんで後で
聞かせてください。音もそうですね、はいはい、でリアウィング、はい、こちらの方もアフトの、はいはい、これなんか一見すると純正のなんかオプションのウィングじゃないかっていうぐらいしっかりまとまった感じの、はい、やっぱりこの辺うまいっすね、チューナーものは。はい、はい、どうしました小島さん。んいや、失礼しました。勝手すぎた、勝手すぎた、勝手すぎた、はい、すみません、はいはいはい、っていう感じですかね、はいはい、でももう、はい、チューナーのやつなんでまとまってますんで、別にもう、はい、なんていうんですかね、僕らがどうこう言うこともないというか、はいはい、もうかっこいいなという一言で、はい、上品ですよね、だから上品だと思いますね、はいはい、だから純正の感じでもあって、はい、なおかつちょっと違った形で、はい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 、やりすぎてやりすぎず、はいはい、本当に純正オプションのこう延長線上みたいな、そういう感じですよね、はいはい、アフトって確か100年ぐらい歴史があるチューナーなんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから最初はなんか馬の蹄鉄かなんか作ってたところから、はいはいはい、こうだんだんその馬車の部品作るようになって、はい、車の部品作るようになってみたいな、はい、まあ、ワーゲンが、あ、ワーゲン、アウディがメインですね。アウディがメインです。ただワーゲンの部品なんかもやってるんで、やってます、はい、まあ、非常におすすめなチューナーでございます。そうですね、はい、外観はこんな感じでしょうか。外観そうですね、はい、車なんか僕思ってたのというか割とちっちゃい、ね、TT はそうですね、コンパクトですよね、はいはい、これ皆さんどの辺と比べられるんですか。どうですかね、一応でもこれで4駆なんですよ、はい、四駆なので、はい、あんまり他にライバルな車ってないですよ ね、 すね。大きさで言ったら例えばケイマンとか、はい、あ、はいはいはい、まあ、そこら辺だと思いますけど、はいはいはい、走り的に言ったらどうなのかな、四駆だし。確かにちょっと調べたらケイマンとちょっとどうしようかなっていうのは悩む人はなんかいらっしゃるみたいで、でも TT は TT の方が多いですよね。確かにこれに似たモデルってないですよね。ないですね、はい、中の内装とかもそうですし、まあ、以前出たこの TT なんかもやっぱすごい個性的じゃないですか、あのこういう丸い初期型の丸いやつですよね。だから結構意外となんていうんですかね、ライバル車っていうより も、 もうピーポイントで TT っていう人が多いかもしれないですよね。もうこの四駆っていうのもそうだし、はい、ボディもそうだし、あとはそのリアのこのゲートがバカッと開くんですよね。そうですね、はい、はい、その形も結構独特ですよね、うん、あんまり他にない感じですよ ね、 すね、はい、トランク開けてみますか。開けてます、はい、やってまいりました、はい、これは開口部は結構広いですけど、はい、トランク自体は割と狭いですよね。そうですね、まあ、でもサイズ感がもうこのサイズ感なんで、はい、まあまあまあそうですね、特にこう横がえぐられてたりとかはしないんで、はい、まあ、スーツケースもこう横で、そうですね、だから後ろのリアのシートがやっぱりここも本当に、まあ、ポルシェなんかと同じように、はい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 、まあ、ちょっと乗るのがちょっとあれなので、はい、ここを倒してもらって、はい、これ取ってもらう、はい、ずっとこう引っ張ってもらう、あ、なるほど、はい、こういう感じで。そうするとゴルフバッグ2つぐらい余裕で入りそうですね。行きましょうか、ちょっとじゃあいつもゴルフバッグ持ってみましょうか、ね、結構ゴルフに行けるかどうかっていうのは、はい、重要なところだと思うんで、ちょっと TT でゴルフなんか非常にいいんじゃないですか。結構ちょうどいい感じですよね、2つ、うん、あのサイズ感もいいですし、はい、で4駆が走りのね、結構そうですよね。土方さん、この4駆すごい熱く語ってたよねそうですね。え、どうですか、アウディの4駆。ああ、全然2個余裕ですね。いけます、はい、はい、じゃ倒せば、倒してもらえれば、はい、まあ、あの2人でゴルフっていうのはいいんじゃないかな。結構使える、まあ、旅行でも、ね、行けますし、あとはこの開口部が広いの結構魅力的ですよね。そうですね、だから荷物ある程度、はいはいはい、行けたりします、ね、こう奥が広くてもこう入れるの大変だったりすると嫌になっちゃいますけど、はいはい、この辺はかなり便利に使っていただけるポイントな気がします、うん、サイズ感では十分ではないかなと、はい、なるほど。そうね、これ倒してもね、やっぱりなかなかこう、はい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 、こう入れなかった、こういうですよ、ね、やるとか傷ついちゃったりとか、はい、あるんで。ちょっとじゃあ続いて内装見てみたいと思います。じゃじゃん、はい、小島さん一押しポイントとしてはなんと珍しい左ハンドルということで。そうですね、普通にまあ、はい、食って開けましたよねそうですね、もう開ける時点でおかしいだろうってことになってて、はいはい、左ハンドルってこのサイズでやっぱり左ハンドルっていうのは珍しいんじゃないかと思いますね、はい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 、まあ、この辺は多分好みも分かれるところではあると思うんですけど、うん、あると思いますけど、はい、やっぱりその、ね、左に乗ってた方っていうのは左が乗りやすかったりとか、あ、まあ、もちろん右も乗れるけど左の方がいいって方もやっぱりいらっしゃるんで、はいはい、あとは左って言ったらあれですか、駐車場問題ぐらいですか、まあ、都内はあんまり困らないですよね。困らないんじゃないですか、はいはい、まあまあその左のデメリットって今話します、はいはい、左のデメリットは、はい、まあもちろんその駐車止めた時ですよね、止めた時に壁際に止めなきゃいけないじゃないですか、はい、はい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 、出づらいですよ、ね、あ、でも
寄せられるっていうので寄せられたりする、はい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 、あとはまあ対向車の違いと駐車場じゃないですか、はい、降りた運転自体は結構そのこっち側寄れるんでギリギリそう運転自体はあの、ね、左の良さもありますし、はい、左に乗ることによって右の不便さも感じたりとかするので T 字路出る時とかですよねそう、はいはい、出る時とか、うん、一応こう見えて一瞬ですけど左ハンドル乗ってたんであそうですか、はい、その辺は、はいあとはその駐車でチケット取るときにマジックハンドが必要っていう。まあマジックハンド今は降りるときね。で今は別にそんなに、まあ、だから左だからは別に好みで、はいうん、ダメっていうのはないと思いますね、はい。でちょっとここにも触れていいですか。はい、ちょっと暗くてちょっと映ってないかもなんですけど、なんとこうアウディマークが、うんはい、最近多いですねこれ。そうそう。みんな出ますよね。うん、RS なんかはアウディスポーツって。あそうなんですか。もう出る。はい。これもちょっとかっこいいなって思っちゃったりとか、はいはい、そしてドアは一応真ん中がレザーなんですかね。そうですね。これレザーですよね、はい、でこのステッチと、はい、ステッチと、はい、でこれねオプションのレザーシート、はい、シートすごいですねそれ、はい、通常はやっぱりアルカンとハーフのやつなんですけど、はいまあ、RS とかもねこういう感じのデザインだと思いますけど、はいはいはい、このデザインが主張が主張がこのダイヤモンドステッチと、はい、そしてこのシートが真っ赤かっていう、はい、他になんかこう使ってるんかなと思いきや、はい、こうシートの表皮だけ真っ赤かっていうあ、はい、結構ね珍しいですよ ね、 そうですね他のだったらこういうところに赤い使ったりちょっとダッシュボードにこう赤いのが入ってたりとかするんですけど、はい、そういったところはまあちょっと、まあ、ベーシックモデルと、はい、やっぱりその、はい、ザ・オプションっていう感じの、はい、インパクトがそしてこれ外から見えていいですね前から見えるじゃないですかはい、はいはいこれいいですね、黒赤でいいと思いますよ、はいはい、ちょっと黒だと、はい、ちょっとなんかこう遊び心というかシャレっ気がないなっていう人にはすごい結構輸入車乗ってる人ってそういう人多いかもしれないですねあなるほど、はい、黒か今の結構そううちなんかのそうかもしれないな黒もいいんですけど、はい、色が変わってる方がやっぱりおしゃれじゃないって思ったりする、はい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 、特にメルセデスのエディション1なんかこ う、 そ う、 そ う、 そうアクセントで色が使われてたりとか、はいはい、イギリス車とかもそうじゃない、はい、レンジとかも色変わったりとかするとやっぱりかっこいいと思いますねかなりかっこいい感じの内装になっております、うんはい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうかはい、TT の内装独特ですかねあんまり乗ったことないんですよね僕本当に、はい、だって普通に見て最初に見てさ、はい、あれナビゲーションないのって思うでしょバーチャルコックピットですいやそれは知ってる人だからねそれ知ってる人ですか普通に知らない人確かになんかこうニョキニョキって入ってくるのとかないんですねえどうするんですかえどうするってバーチャルコックピットが標準なんですか標準ですあ、標準なんですか標準ですよあ、そうなんですかそうです、はい、どうぞ乗ってじゃあちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょあ、割とゆったりな感じです、はいはい、でシート自体は調整とかはまあいわゆるスタンダードな、はいはい、こう絞り上げたりとか、はい、どうにしないとですかねこれ前が出るんですかあ、これ前出すのこれ前出すの手動あ、なるほどじゃあスタンダードな感じの、はいはい、ただ前後とかリクライニングは全部フルパワーっていう、はいはい、なるほど、はい、割とゆったりした感じのなんかスポーツすぎないですね、うんはい、横の張り出しは結構しっかりしますけど座面は結構スポーツすぎないスポーツでしょはいあ十分スポーツですけどそんなにこうタイトな感じじゃないあタイトな感じじゃない、はい、ではないです、はい、程よいなんかスポーティーさです、はいいやもう結構このサイドサポートここの張り出したかった人とこう足窮屈に感じたりするじゃないですか調整できないやつとか特にそんな感じは全然ないですねでハンドルはやっぱり D シェイプなんですねはいここは下平らになってるタイプではいいい音がこれ CM の音じゃないですかこれだって全部エンジン切ったら鳴るでしょえアウディって全部鳴るんですか鳴るあので全部じゃないけど新しいモデルのやつは、はい、あそうなんですか最新のは分かんないですけどこの間 RS6 なんなかったねこんな音、RS6 は ならない RS5 とか分からんもんねあそうなんですか、うん、CM の音がしちゃいましたねでこれステッチは、はい、赤ステッチ、はい、が入っております標準的なバーチャルコックピットとかも最初、はい、あこれも分かんない調べてないかもしれないけどやっぱ TT らへんからじゃないそういうのあ、そうなんですか始まったのはそれちょっと違うかもしれないから使えないじゃないですかまあまあそれはね、はい、ハンドル突っ込んでもらえるんじゃないの本当ですかコメント でハンドルこれいい感じっすね本当に、うんうんはい、通りこの辺ついててこのエアバッグの縮みさと、うん、このステッチがなんかちょっと高級感が、はいはいはい、いい感じですそしてこのバーチャルコックピットはオンにすると全部出てきて、はいナビ表示なんかも全部できるタイプですね。できるんです。はい。はい、だから僕そこで、はい、
思うのが、はい、テレビもそこで見れるんですよ。あ、そうなんですか。そうだから必要かと思いましたよね。あ、それ必要。これテレビって後付けされてるんですか。後付けじゃない、純正ですよ。あ、純正ついてるんですか、うん、え、女子的な人見れないじゃん。見れないですよ、意味ないでしょそれ意味ないっすね。あれと思って。あ、そうなんすか。だから全部そこに集約されてるんですよ。あ、ここにちょっと欲しかったっすね、こう病院とかこことか。そうそうそう、はい、俺テレビ本当だ、うん、これドライバーはいいですけど、ドライバーはいいですけど、ね、ちょっと助手席の方ちょっとモニター欲しいところですね、これ。そうそう、モニター欲しい、はい、ドライブセレクト。ああ、なるほど、モード切り替えもついてて、はいはい、まあそんな感じで、はい、あとエアコン、はい、エアコンすごいっすね、これ。そうそう、これちょっと他の車で見たことないです、はい、この温度の調整だったり、はい、風の調整だったり、はい、吹き出しがでかいなと思ったら、はいはい、なんと真ん中がこの、これどういう仕組みなんですかね、うん、どういう仕組みというと、いや、ここの配線というか、このは中でこう通ってるんですかね。通ってるんじゃないかな、うん、へ、本当にシンプルでね、ここは本当に、はい、確かに。でこっちもなんですね。あ、こっちはシートヒーターか。シートヒーター。あ、なるほど、3段階のシートヒーターがついてる、うん、これベンチレーションはないんですね。ないです、はい、なるほど。でこの辺は本当シンプルな感じで、うん、はい、でシフトはこの一見マニュアルと思わせる感じのデザインで、はい、スタンダードな、はい、そしてこの辺がナビの操作関係ですかね。操作関係ですね、はい、でサイドと、はい、うん、これはサイドブレーキのオートですか。そう、はい、いや、それはブレーキホールドですか、うん、そうです、はい、あとドリンクホルダーが一つと、うん、はい、あ、でここそのまんまなんですね。アームレストとかじゃ蓋もないんですね。ないですないです、はい、ただの箱というか、はい、になってると。でここがグローブボックスと、はい、なるほど、はい、あ、でここに、はい、SD カードと ETC と SIM カードとね、はい、刺さる感じですね。なるほど、 SIM カード、 SIM カード入ってるから Wi-Fi 聞ける、はい、車がつなげられるってことですよね。なんかそのネットにつなげる車ってあるんですけど、SIM、うん、の出し入れができるのがなんかアウディだけとかって、はい、見たんですけど、そんなこともできると、はい、で今回の車はレーダーがついております。でピラーとかはこの黒のファブリック、天井も黒のファブリックで、はい、ワイザーも、はい、標準的なタイプで、はい、これダッシュボード独特っすね、なんか形が、うん、独特ですよね、このとんがってる感じの、はい、後ろ乗る、後ろ乗ってみますか。え、本当に、はい、ちょっと靴脱ぐわ。よいしょ、後ろの乗れますどうですか、体育座りで。体育座りです。これもうサイズ感なんか普通にポルシェですね。ポルシェです。ですね、はい、ポルシェより多少マシかなっていうぐらいの。いや、はい、ポルシェよりここがないですよね、はい、ポルシェの方があるから。これちょっともう、もうここはもう頭の本当におまけというか、はい、荷物置き、緊急用、はい、バッグとかコートとか、はいはい、ちょっと使っていただくような感じの、もうだから実質ほぼ2人乗りですよね。そうですね、はい、体育座りって最近しないよ。体育座りです。体育座りです、はい、こんな感じの、はいはい、僕はちょっと無理そうなんでやめときます、はいはい。前回あの土方さんと2人で後ろ乗ったらえらいことになってましたよ車にあのどれだけたくさん人が乗れるかチャレンジみたいになってました、はい、いやでもサイズ感的にもちょうどいいっすね。なんかあ、でこのコンソールっていうか、このセンターコンソールもレザーとステッチが、はいはい、使われてるんですね。なるほど。でこのパネルもアルミのなんか削り出しの感じ で、はい、スポーティーですよね、作りが、はい、いい感じです。はい、あ、でこのスロットルのコントローラー、スラット付けです、はいはい、が今回の車ついてると、はいはい、いい感じです。なんか適度なこの高級感と、はい、スポーティーですね。スポーティーです、うん、はい、なるほど。あ、この音いいな毎回ね、はい、毎回降りるたびにアウディの CM みたいな、はい、こんな感じの内装でございます。じゃあ続いてちょっとボンネット見てみたいと思います。はい、まあここら辺ははい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 、なんか意外にこう、はい、こうなんていうんですか、コンパクトというか。コンパクトですね、はい、はい、
もっとドーンみたいなエンジンが積んであるのかと思いきや、はいはい、こういうところのこのラジエーターとこういうのアウディとか、はい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 、ワーゲンとか、はいはいはい、やっぱりね、ちょっと見慣れた感じの、はい、見慣れた感じですよね、はい、レイアウトもそうですね、横置きでここが、うん、はい、ただエンジンのこのカバーなんかはやっぱりちょっとこう、ね、アルミっぽい塗装がされてて、はいはい、赤のラインが入ってて、うん、はい、でスペック的には通常の TT よりパワーアップしてると、パワーアップします、230が284か6かっていうところの辺、まあ、もう数字単体で見るとそんなにっていう感じですけど、いやいやでも全然違います、はい、もう車がもちろん軽いですし、はい、コンパクトなんで、はい、かなり刺激的な走りが楽しめるんじゃないかな、楽しめます、はい、また今回ね、あのマフラーも変わってるので、はい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 、はい、ちょっと楽しみなところであります、はいはい、そしてこれ開けるとこのボンネットここから開くんですね、こことかじゃないんですね、そうですね、はい、このフェンダーが残る感じ でこのフェンダーがこのオーバーフェンダーみたいにいかに出てるかっていうのが分かりますね、だから毎回さ、この AMG とかそういうハイスペックのエンジン見ちゃうと、はいはい、おーっていうのはないですけどね、そうですね、でも整備しやすいんじゃないですか、そうですね、整備性かなりいいですね、すごい、だからそういう実用性は、はい、確かにいいんじゃないですか、あ、だからその辺もなんか踏まえてって言ったらあれですけど、うんうん、そのゴルフとか S3 で、うん、まあ、悪く言ったらその共通化してコストダウンってことみたいですけど、よく言えばその整備性、うん、パーツの、はいはい、がこう安く手に入ったりとか整備性が良くなったりとか、うんうん、はい、でその分他のところにこういろいろこうお金がかけられる、お金かけて、はいはい、それがまあ利口というかもう一番いいやり方じゃないですか、そうですね、はい、そういう車に仕上がってるみたいです、はいはい、だからなんかそのプラットフォームとかも共通化しつつ、はい、しっかりそのお金かける分はお金をかけ て個性をそっちに出してって感じですよね、まるでその S3 とかゴルフとは違う車に仕上げてるらしいですよ、はいはいはい、でもそれがやっぱりそういうアウディワーゲングループの強みじゃないですかね、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います、はい、これが今スモールですね、というかまあデイライトも同じところが光るタイプですね、はいはい、この縦線が、あ、横も光ってるんですね、このチューブがちょうど下側のチューブと縦2本が光る感じですね、はい、で今メインです、はい、何も光ってないですかけちゃいましょうか、あ、これロービームが今でもかけた方がいいかもしれないですね、あのライトのビルルルンがあるんで、はい、でかけるとここの内側の LED が順番に光って、ロービームをつけるとこの外側のプロジェクターですかねが点灯するタイプになってます、あ、でウインカーはやっぱり流れるシーケンシャルのタイプが、はい、下側光るようになってます、ハイビームいけますか、あ、でハイビームは内側が、はい、LED が光るタイプになってます、続いてじゃあリアも見てみたいと思います、はい、でリアこれフロントと共通性の持たしたスモールランプですね、でブレーキがこの内側が光る感じでしょうか、はい、でウインカーはフロント同様シーケンシャルのタイプが下側光るタイプですね、あ、これがバックフォーグ、外側が、はい、点灯するのがこれバックフォーグです、でバックはこの内側が点灯するタイプですね、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて排気音の方も聞いてみたいと思います、爆音ですね、爆音ですで今回のお車はこれアップとプラスアルファの、はい、ちょっとマフラーになってるマフラーになってますんで、はい、そこら辺は、まあ、詳細はお問い合わせください、はいはい、あのノーマルあります、あ、ノーマルあるんですか、ノーマルあります、はい、もし、はい、あのもうちょっと音量をノーマルにしたいって方は、はい、まあ、戻すこともできます、ね、戻すこともできます、はい、そしてこれアップとの音ではないんで、はい、アップとプラスアルファの音になってますね、あ、でも後ろはないです、はい、ああなるほど、あの大人の需要のとこだけは、はいはいはい、ノーマルがあります、ノーマルがちゃんとあると、はい、ちゃんとあります、じゃあアプトの標準の状態には戻せる、戻せます、はい、そうすると多分かなりジェントルな、そうですね、はい、ノーマルプラスアルファぐらいの音量にはなるんじゃないかなと思います、はい、まあ、そこら辺は好みでご相談させていただいて、ね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、もう定番になりましたね、ツッチーが、はい、そうですよ、特別編とか言いつつ、うん、もう毎回じゃないですか、うん、はい、いいんですか、だってもう黙って乗ってる感じでしょ確かに今日聞かないで運転席に座りました、はいはい、大丈夫です、いいです、ちょっと行きましょう、じゃあ、はい、小島さん、はい、マフラーは戻しましょう、これ
なんで TT じゃない音でしょ。 TT じゃないですね、これは、うん、これバルブもついてないんですよね。ついてるんですか。バルブも ないです。ないですよね。ないです。あ、めっちゃ剛性感ありますね、うん。ブレーキ効く。効きます。ブレーキめっちゃ効きます、うん。でハンドルのこのチルトとテレスコは手動なんですね、うんうん、手動ですね、はい。まあ、そういうところはね、はい。でも D シェイプいいっすよね、ここのクリアランスが、うん、あ、そうだ、お願いしていいですか。普通に乗ってたからね、はいはい、すいません。うわー、いいです。まあ、変な話ですけど、はい、まあ、これ使えるかどうか分かんないですけど、はい、これを前乗ってたオーナーの方、まあ、私担当させてもらってるんですけど、はい、乗ってて、はい、今ので分かるように、はい、遊び車なんですこれ。あ、だから完全にそうですね。完全にだからマフラーもちょっとこう、はい、どちらかというととんがった方に寄せて、普段は、はい、もう普通の車乗ってて、ちょっとちょっともう遊ぼうかなって時にこの車を使うと。オンオフいけるじゃなくて、完全にこれ遊ぶ車ですね。遊ぶ車です、はい、間違いないです、はい、っていう使い方にちょっと振っちゃってるので、はい、マフラーがちょっとまあどっちかというと頑張ってこうなるので、さっきもご案内しましたけど、はい、戻せますんで、はいはい、後ろの中間のところまで。なるほど、うん。いやでもそう考えるとすごくいいかもしれないですね、この足前の硬さもこの爆音具合も、うん、はいはい。でそんな硬い？割と硬いです。そうですか、はい。ダウンスプリングで下げてるんで、うん、多分ショック変えてないんで多分そうなってんだと思うんですよ。でもともと S ラインベースだから硬いからね、はいはい。だからもうちょっとその乗り心地とローダウンを優先させるんであれば、うん、多分車高調とか入れた方が多分いけると思うんですよね、うんうん。特に電子制御の足前とかもついてないですもんね、うん、ですよね。あれついてるんですか、これ。これで足回りも変わるんですか。ダンパー、あ、ついてる。ダイナミックコンフォートしましょう。コンフォートにしますか。これでついてますね、はい。じゃあコンフォートにすれば周りと前ちょっとコンフォートで走ってみましょう。あ、これついてるから、じゃあダウンスプリングにしてあったんですね、うん。なるほど。いやでもサイズ感的にはちょうどいいです、うん。でさっきね、はい、2人でゴルフなんつっても、はい、助手席も全然、そうっすね、足元なんか車の外観から想像するより中広くないですか、うん。中広いですよ、ね。特にこの辺の空間があるんで、はい、ゆとりありますよね、うん。本当に普通のセダン、はいはい、乗ってるような感じで、足元もなんか全然屋根低いし、はい、こんなスタイリングなのに全然中の窮屈感はないですね。全くないですね。圧迫感というかないですね、はい。だいぶコンフォートになりました、足は、うん、はい。柔らかいですね。もともとと、あとこの底辺平があるんで、うんうんうん、はい、めちゃくちゃこう高級車みたいな乗り心地かっていうと、セダンっていうわけじゃないですかね、はい。全然快適に走れる感じです、はい。いや、いいな。ヒッチン、え？え？いい感じですよ、うん。ちょうどいいっす、なんかコンパクトカーの好きなツッチにはいいんじゃないですか、ね。はい、いや、いいです、いいです、かなりいいです。ハンドルいいっすね、これ、うん、D シェイプ、はい、基本クランで安定してますしね、はい。下手くそな僕でも安心でいい、はいはい。マフラーはちょっと静かにしたいですね。僕はオンオフで使いたいです。オンオフで使いたい、はい。まあ、もう1台車がある方であれば、うん、多分これもう完全にちょっととんがっちゃってもいいと思うんですけど、はい。1台でマルチに使いこなしたい方にはちょっとマフラーのとちょっと、はいはい、住宅事情問題もありますから、はいはい。わあ、もうめっちゃスポーティーですね、うんはい。やっぱり今乗るとコンフォートにもやっぱりスポーティーだね、足回り。そうですね、うん。基本のところはやっぱりスポーティーですね、車の、うんはい。でも全然違和感ない、違和感ないっていうか、はい、そのね、変な感じはしないですね、はい。乗り心地悪って感じではないですね、うん。スポーツカーだなって感じ、はい。いや、いい感じですよ。またこの辺のスロコンなんかもついてるんで、はい、ちょっと今多分オンになってたんで、フルだったでしょ。オフにしようか。ニュートラルの状態を体感
といいですね。あ、これナビとこれの両方使うのもできるんですね。ちょっとだけダッシュしていいですか。はい、どうぞどうぞ。ちょっと確認はしまして。ちょっといい感じですね。マフラーの音めっちゃ聞こえますね。うん、はい、これはもうなんか高回転までぶん回してちょっと高速とか、はいはい、しとこうね、はい。走りたい車ですね。はいはい、楽しいです。ハンドリングもダイレクト、はい、もう全然いい感じですよ、うん、ダイレクト感があって、うん、こう車によってそのあるじゃないですか、うん、なんか切ったら切っただけ、はいはい、もしくは切ったほど曲がらない車とか、はいはいはい、すごく自然です、はいはい、これシフトチェンジめっちゃスムーズですね、うん、変速ショック、変速ショックはない、ないですけど、変速がもう全然めちゃくちゃスムーズです、うん、でもその変速も何て言ったのかな、はい、やっぱりスポーツカーの変速の味付けですよね、はい、もうなんかロスなく変速してるなって感じが伝わってきます、はい、これすぐ売れそうですね、なんか装備といい、これはもう色といい、少ないですからね。あ、TTS って少ないんですか。いや、TTS 少ないです。いじってるのはまずないですね。で、TTS が、はい、まあ今、金額のことってあれかもしれないですけど、大体、ノーマルで今400半ばぐらいなんですね。はいはいはい、はい。で、これ、まあ500ちょっと超えるぐらいでテント立たせてもらってるんですけど、アプトだけでついてて200万ぐらいかかってますから。あ、そうなんですか。かかってますか。へぇ、はい、で、考えたら、はい、全然お買い得だと思います。確かに。でこうね、あのレザーシートだったりさ、はい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 、パーツはブラックだったりっていうオプションがついてたりするので、はいはいはい、欲しいものがついてますよね。そう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 、いいなこのシート。レザーがこのしっかりした系のレザーでいいっすよ、はいはい、ハンドルもシートもで TT って結構その、はい、イメージ的に結構ちょっとニュートラルな部分があるじゃないですか、はいはいはい、だからまあそういうところでも幅広く皆さん結構、はい、結構本当に走ってる人もいますよね、うん、ますますサーキットとか、はいはい、いろいろな使い方ができる。使い方ができるんですね。日常の足としてもいいし、クワトロですから。うちの新人くんなんか TT 欲しいって言ってましたもんね。マジっすか。うん、やっぱそういう若い人でも古さ感じないですよね、TT って。確かに。それありますね。結構ね、出てから何年かってね、今ですよね、モデルチェンジしたりとかマイナーチェンジしたりとかしてますけど、全然古さを感じない。変わんないですよね、はい、どんどんかっこよくなってますよね。そしてなんか最初のあの一番初期型のやつって結構個性的だなとかって思ったんですけど、今の 8S っすか、はいはい、これめっちゃかっこいいですよね。かっこいいです。なんかちょっと R8 感を感じますね、はいはい、特に顔つきとか、はいはいはい、だデザインを的にはその一歩か二歩先行ってる感じなので、はいはいはい、ちょうど今アウディありますよね、うん、追いついてきたっていうか、特にライト周りとかも、うん、はい、ね、マトリックセットライトだったり、はい、そういうのもありますからね。だってここら辺、このエアコンパネルは斬新じゃないですか。斬新です。でも斬新なんですけど結構しっかり使いやすいですよね、うん、でも正直エアコンってみんなもうオートじゃないですか今。いろんな設定もちろんね、いっぱいできる車種とかありますけど、はいはいはい、左右で別とか、そうそう、正直下手したら4つ、4箇所別のやつがありますよね。そうそうそう、正直使わないですよね、はい、あ、これで止めたりとか、はいはい、このサイズのパンだったら、あ、これ止めたりですか、これなんですか、これ止めるでしょ、風は止める、回すやつはなんですか、これ、あ、向きですか、向き、風の向きで、これ、よく考えてますね。はあ、なんかうまくこのデザイン性とこの操作性の、うん、この利便性を両立してます。はい、うん、まあ助手席の人、テレビ見る人はちょっとそこっすね、そこだけっすね。会話を楽しみましょう。エンター、そうですね。会話を。エンターテインメントの部分だけっすね、ちょっと。はい、まあ今でもなんかね、はい、iPhone がなんかこれ乗っけて。まあ確かに。なんかやっちゃって、携帯とかタブレットでいろいろできますから、ね。できますから。ありがとうございます。はい。
習しないと、なんだツッチーテンション低いなって言われちゃいますかね。いや今俺それ持ったけど。いや毎回2周するわけじゃないんですよ。いや今日ね、はい、ちょっと雨降りそうだからね。そうですね、そこなんですよね、はい、今日ちょっとギリギリ試乗できるかできないかぐらいのちょっと天候的なものが、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりアウディ TTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。